夢を見ている夢を見ている巨大なテレビの中で僕は壁を見ている本当はそれは壁ではないとわかってるのさ深い夢の中でも誰かがドアを叩く何か不安なことを見慣れた部屋の中の机や椅子の影に夢の破れ目がある悪魔の手が生えてくる僕は夢を見ている夢を見ている四角い窓の微笑み僕は眠り人形眠り人形自然にまぶたを閉じる誰も教えないのにいつの間にか覚えたやがて四方の壁が少しずつ狭くなって柔らかにこの僕の息の根を止めるまで僕の世界は人形の家まるで壁にかけたカレンダーさ笑いかけるいつでも同じこれが僕の家族ちらつく俺窓の外に細い足遠い日そんな夢を見ていたような気もする涙
ララル翼広げて飛んで行きたいあなたの元へ、ララルララル時を越えて全てを超えてあなたの元へ、ララルララル翼広げて飛んで行きたいあなたの元へ、ララルララル時を越えてあなたの青いまつげが光る。Thank you.
です。水が時間の冷蔵庫みたいな役割を果たしているのです。何年も前に起きた事件、その時吐き出されたため息とか汗とか、一つ一つそっとラップにくるんで保存してあるんです。海辺の町なんです。ここ時間の動き方がちょっとおかしいんです。雨の日なんか特にそうなんです。